最初の手抜きデュエルはノーカウント。これで一勝一敗だ。ああ、いずれ決着をつけよう。お待たせしました。本日のメインイベント、因縁のスペシャルマッチは、デュエルアカデミア代表ルーキー10代戦。対するはデュエル界の貴公子、エド・フェニックス。行くぞ、僕のターン。カモン、ディーヒーロー、ダイヤモンドガイ。ダイヤモンドガイ、エフェクト発動。デッキの一番上のカードを確認して、それがマジックカードだったとき、次のターン、そのマジックが発動する。僕が引いたのはデスティニードロー。よって次のターン、このカードの発動が決定した。流木の時計塔、カードを2枚伏せてターンエンド。いくぜ、ドロー。そして時計塔の針も進む。融合発動。スパークマンとネクロダークマンを融合し、エレメンタルヒーローダークブライトマンを召喚。ネクロダークマンの効果発動。一度だけエレメンタルヒーローを生贄なしで召喚できる。現れろ、エレメンタルヒーローエッジマン。ダークフラッシュ、レベル4以下の D ヒーローを特殊召喚する。カモン、 D ヒーロー、ディフェンドガイ。カードを1枚伏せ、ターンエンド。いくぞ、僕のターン。このターン、デスティニードローのエフェクトが発動。さらにカードを2枚ドロー。さらにマジックカード、オーバーデスティニー。セメタリーにいる D ヒーローの半分以下のレベルの D ヒーローをデッキから特殊召喚。カモン、ディスクガイ。ディスクガイを生贄に、 D ヒーロー、ダッシュガイを攻撃表示で召喚。ダッシュガイのモンスターエフェクト発動。このターンのみダッシュガイの攻撃力を1000ポイントアップする。ライトニングストライク。トラップカード、ヒーローバリア。エレメンタルヒーローがいるとき、相手の攻撃を一度だけ無効にする。トラップ発動、トラップジャマー。このカウンタートラップで、カードを2枚伏せ、ターンエンド。俺のターン、ドロー。この瞬間、流木の時計塔の時は進む。天使の施しを発動。デッキからカードを3枚ドロー。その後、手札から2枚捨てる。マジックカード、オーバーソウル。エレメンタルヒーロー、ネオスを召喚。ダークスラッシュ、トラップ発動、Dカウンター。 Dヒーローに攻撃してきたモンスターを破壊する。手札から融合解除を発動。ダークブライトマンの融合を解除し、スパークマンとネクロダークマンを特殊召喚。いけ、スパークマン。いけ、ネオスダイレクトアタック。トラップ発動、エターナルドレッド。時計塔の針は2つ進む。時計塔の時は満ち、新たなエフェクト発動。僕のバトルダメージはゼロとなり、ターンエンドだ。僕のターン、ドロー。ドクター D を発動。セメタリーの D ヒーロー1体をゲームから除外することで、セメタリーから D ヒーロー1体を特殊召喚する。カモン、ディスクガイ。ディスクガイア、セメタリーから特殊召喚されたとき、デッキからカードを2枚ドローできる。マジックカード、強欲な壺。カードを2枚ドロー、大ハードガイ。そしてセメタリーにあるディアボリックガイを除外することにより、デッキからディアボリックガイを特殊召喚する。
ブルーディブルーディのエフェクト発動、相手のフィールドのモンスター1体を吸収。何？吸収したモンスターの攻撃力の半分を得る。いけブルーディブラッディフィアー。カードを1枚伏せてターンエンド。ゴー。ここで墓地のテイクオーバー5の効果発動。もう1枚カードを取ろう。マジックカード強欲な壺発動。カードを2枚取ろう。マジックカード悪空間バトル。お互いのプレイヤーはデッキから3体のモンスターを選び1体ずつ同時に見せる。攻撃力の低いモンスターを出したプレイヤーは500ポイントのダメージを受け、そのカードを墓地に送る。攻撃力の高いモンスターを出したプレイヤーはそのカードを手札に加える。エレメンタルヒーロープリズマーを召喚。墓地のスパークマンを特殊召喚。あらゆる融合モンスターの素材となることができるリフレクトチェンジ。さらにダブルフュージョン発動。ライフを500払い連続融合を行う。現れろフレイムウィングマン。フレイムウィングマンとスパークマンをダブルフュージョン。シャイニングフレアウィングマン。シャイニングフレアウィングマンの攻撃力は墓地のEヒーロー1体につき300ポイントアップ。シャイニングシュート。トラップ発動。Dシールド。DシールドはEヒーローが攻撃された時守備表示に変更し赤いから守る盾。ターンエンドだ。僕のターン。ドロー。速攻魔法サイクロン発動。ブルーディのエフェクト発動。相手のフィールドのモンスター1体を吸収。いけブルーディ。ブラッディフィアー。ネクロガードのあの効果を発動。このカードをゲームから除外することで相手モンスターの攻撃を一度だけ無効にできる。俺のターン。ドロー。永続魔法ダメージオフゾーン発動。お互いが受ける戦闘ダメージは半分になる。ターンエンドだ。ゾーン。僕のターン。そしてヘビーストームブレードを装備。ヘビーストームブレードエフェクト発動。攻撃するときこの剣以外の場のマジックトラップを全て消滅する。ダメージオフゾーンにはもう一つ効果がある。ライフを半分払って墓地に送ることで戦闘ダメージをゼロにする。この瞬間時計塔に幽閉されていた男が解き放たれる。カモンドレッドガイ。ドレッドガイのエフェクト発動。よみがえれセメタリーの D ヒーローたちよ。ディスク内のエフェクトによりデッキからカードを2枚ドロー。ダイヤモンドガイエフェクト発動。そして3体のモンスターを生贄に。 D ヒーロートグマガイを特殊召喚。カードを1枚伏せターンエンド。俺のターン。ドロー。ドグマガイエフェクト発動。ドグマガイは相手のスタンバイフェーズに相手のライフを半分にする。エマージェンシーコール。デッキからエレメンタルヒーロー手札に加える。エレメンタルヒーローバブルマンを守備表示で召喚。バブルマンの効果発動。自分のフィールドに他のカードがないときデッキから2枚カードをドローできる。悪夢の新機能を発動。カードを1枚伏せターンエンド。
僕のターン、ドロー。相手のスタンバイフェーズ時、自分の手札が4枚になるようにカードをドローする。強欲協定。このカードは互いのプレイヤーにデッキからカードをドローさせる。ブルーディーのエフェクト発動。相手のフィールドのモンスター1体を吸収。ヘビーストームブレード、エフェクト発動。これで終わりだ。ブルーディーダイレクトアタック。クリボンを呼ぶ笛。デッキから羽クリボンを特殊召喚。ブラッキーフィアー。羽クリボンが破壊された時、このターンの戦闘ダメージはゼロになる。召喚デビルガイズ。カードを1枚伏せ、ターンエンド。お前がどんなヒーローを探してこようと、Dヒーロー以上のヒーローはいない。それはどうかな。確かに、を封じるホルスデッキと俺のエレメンタルヒーローデッキの相性は良くない。だが俺のヒーローデッキも以前とは比べ物にならないくらい進化してるぜ。今それを証明してやるぜ。俺のターン、ドグマガニエフェクト発動。マジックカードフュージョンリカバリー。墓地の融合とネクロダークマンの効果発動。一度だけエレメンタルヒーローを生贄なしで召喚できる。エレメンタルヒーロープリズマーを召喚。戦士の生還を発動。墓地から戦士族モンスター1体を選択して手札に加える。リフレクトチェンジ。マジックカード融合。俺が選ぶのはネオス・ユベル。現れろネオス・ワイズマン。ネオス・ワイズマンがバトルするとき、相手モンスターの攻撃力分ダメージを与え、そのモンスターの守備力分俺のライフを回復する。いけネオス・ワイズマン、アルティメット・ノバ。あった、トラップカードをオープン。ブラッド・ディスチャージャー。僕のフィールドの装備カードを1枚破壊することで、このターンのバトルフェーズをスキップする。マジック・ストライカーを特殊召喚。カードを2枚セットしてターンエンド。ここからが本当の戦いだな。行くぞ僕のターン。マジックカードミスフォーチュン。残念だったな10代。ミスフォーチュンは相手モンスター1体の元々の攻撃力の半分のダメージを相手に与える。それはバカな。神の宣告を発動する。トラップの発動を無効にしカードを破壊する。ブルーディーのエフェクト発動。相手のフィールドのモンスター1体を吸収。カウンタートラップ、スキルショック。生贄にしてコンダクターティラノの効果を無効にする。融合、手札のドグマガイとブルーディーを融合し、いでよドラグーン・ディ・エンド。すげえ。エフェクト発動。何、消えろ10代。バカな。残念だったな。カード効果で破壊することはできない。デビルガイは相手モンスター1体をゲームから除外する。デスティニーロード、ターンエンド。さあどうする。それじゃ行くぜ、ドロー。潜入スパイヒーロー。デッキからカードを2枚墓地に送り、相手の墓地にあるマジックカード1枚を。マジックカード強欲な壺発動。カードを2枚ドロー。俺は死者転生を発動。1枚捨て、自分の墓地にあるモンスターを手札に加える。これがエレメンタルヒーローデッキの力だ。ミラクルフュージョン。フィールドか墓地から決められたモンスターを除外し、エレメンタルヒーローを特殊召喚する。墓地のフレームウィングマンとスパークマンを除外し、
モンスターの攻撃力分だけ相手にダメージを与える。